今日はですが、そばじゃん、こうでもいいではなくて、今日は和食です。マグロの山かけ丼です。で、あと漬物ですね。それでは食べていきたいと思います。これ、ね、山芋をすりおろしたものなんですけどもね。それでは、いただきます。マグロの山かけ丼好きだな。食べるのも久しぶり。こんなに大体ランチで食べて800円ぐらいかな。どんなもんだろう、そんなもんかな。これキュウリの浅漬けです。山かけってさ、ヌルヌルしてるから喉に直接入ってきちゃうんだよね。これはお前にとっては危険な食べ物かもしれない。しば漬け、そう好きなんだこれ。
これね、ごま豆腐、これ好きなんだわ、まだ。初めて食べたのがね、大家さんの宿坊に泊まった時にこれが出てきたんですよ、ごま豆腐が。美味しいなと思って印象に残ってますね。今日のマグロは新鮮でうまいです。いいの見つけたな。この間ね、まあ寝てたんですけども、Kさんに聞いたら、なんか僕がね、口をもごもごもごしてるらしいんですよ。で、その日、パンって言ったらしいんですよ。もごもごもごして食べて、何食べてんのって聞かれて、パンって言ったような寝言だったらしいんですけどもね。その後、寝返り打ってお腹ぶっ放して、大笑いされたんですけども、そんな目見た覚えないんですけどね、覚えてないだけなのかな。
うまい。それでも食べる3秒ルール OK。 箸がヌンするからね、掴めないんだよな。こういう冷たい料理でも食べてると熱くなってくるね。足から出てきた。このトロなんて今日スーパーで買ったんですけども、見切り品で100円なんですよ。そんでこんだけいっぱい食べられちゃうっていうのはすごいね。あのね、マザーなんですけど、僕のキャンタマ袋がちょっと腫れてきてるんですよ。去年だったかな、パンパンに腫れてソフトボールみたいになって手がこなったんですけども、もう痛いのなのってね、歩けないんです。で、今回もその予兆かなと思うとね、ちょっとビビってるんですけど、まあ、病院はもうすぐしたらまたあるんですけどもね。あー、やだやだ。
熱っ、熱っまじだ。ああ、まさ、こういう和食も満足できるね。うん、やっぱダメな魚もいいもんだ。美味しくいただきました。それではまたうまいもん食べてきます。ごちそうさまでした。チャオ。